はい、どうも皆さん、こんにちは、しもりです。はい、ということで今回のドゥーガなんですけれども、私も最強だと思っております。こちらの先発ピッチャーリアダイでしっかり攻略していきたいと思います。こちらのピッチャーです。はい、ということで今回石川歩夢投手の攻略動画見せていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、石川投手ですね、まあ、制球84ということで制球型で結構コントロールがいいピッチャーになっております。そして球種ですね、まあ、ストレート、カット、スローカーブ、高速シュート、シンカー、そして高速シンカーということで、こちらのシンカーと高速シンカー、こちらの2種シンカー持ち、ここがすごいリアタイで強い面になっております。そしてね、特能ですね、コントロール20丸キレタイピンチということで、特殊能力めちゃくちゃ強いです。タイピンチ持っておりますので、このタイピンチプラス2種進化、こちらがめちゃくちゃ強いピッチャーになってるんですけれども、まあ、私ね、先発の一角に石川歩夢投手いるんですけれども、まあ、石川歩夢使いということで、しっかり攻略もできますという、しっかり打てますというところですね、今回見せていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらの進化、高速進化、しっかりと今回ね攻略して進化狙い撃ちしていきたいと思います。ということでリアタイで攻略見せていきます。ということでリアタイいきましょう、どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。今回石川歩夢投手ですね、しっかり攻略していきたいなと思います。石川投手の場合ですね、まあ、2種シンカー使ってきます。多分ね、まあ、皆さん分かってると思いますし、私もね石川投手使ってるんで分かるんですけども、しっかり2種シンカー打っていくんですけども、どっちを張っていくか、そこが大事です。でっかい方張ります。この今のこちらのでっかいシンカーの方を張って、しっかり、狙ってバッティングしていきたいと思います。これこちらの方ですね。で、まあ、早く追い込まれてしまったんですけども、今のを狙っていきたいと思います。はい、これね、はい、たまに来るストレート、はい、くるくるー、シアレッサー、シオ、これがヤクルト純粋最強の一番バッターです。これが最強で、この今の進化狙う。で、たまにストレート来るんですけども、まあ意外と反応でいけるんで、頭に入れることだけね、しっかりしっかりストレートもあるよっていうことだけ頭に入れて、バッターボックス立てばストレートしっかり反応できますので、まあ進化基本狙っていくんですけども、あのストレート反応打ちで、タイピン持ってます。進化、こちらがまたしても強い、これが強いです。この進化で今ね、純粋でやってるんで、相手変化量マイナス1なんですけども、なるほど、そうですね、あのマイナス1はない時の進化バカ強いです。タイピン出た時、まあ、なんですけども、その時も変わらずで、狙っていくのはこのでっかい方です。狙っていくのはこちらの大きい変化の方を狙って打っていきます。まあ今のはまあ山手選手、まあどんまいどんまいって感じですけど、まあ村上宗隆選手いきましょう。まあタイピンでもタイピンじゃなくても関係ないです。でも高めの時だけ進化、横滑りでね、真横に曲がる進化なんで、それだけ頭入れて、ここ、はい、ナイスバッティング、オッケー。まあそこだけね、低めに来たらしっかりと落ちるんですけども、あ、少しね、真ん中より高めとか真ん中ら辺に来た場合ですね、横に滑るシンカーなんで、あの石川投手、なるほど、これはね、今のは普通に落ちるんですけど、この方あんまりね、横シンカー使わない方だと思うんですけども、これも普通のシンカーですね。あの、このね、今のミートカーソルよりも上に来た場合は横に曲がります。ここ、はい、ナイスバッティング、オッケー。今みたいにストレート今も狙ってません、狙ってないんですけども、しっかり頭に入れることで反応できるんです。ストレート球威は高くないです。ストレートの球威自体は全然高くないんで、 E とか F とかなんで、ストレートはこれしか打っていく。ああ、まあ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 、どんまいどんまい、まあ1点取ったんで OKOKOK、 行きましょう、池山選手で、あのどちらかというと右バッターの方が個人的に打ちやすいと思ってます、石川投手の場合は。ここ、ああ、まあまあまあ、今のはどんまい、まあどんまいどんまい。はい、ということでね、ピッチングの方ですね、やっていきたいと思います。まあ1回はちょっとね、お届けしていきたいなと思います。まあヤクルト純正ということで、まあ小川投手しっかり抑えていきたいと思います。まあ相手の方、打率ね、あんまよく見てなかったんですけど、確かちょっと高めの、ね、打率の方だったと思うんで、まあしっかり抑えていきたいなと思います。1番イチロー選手、何ですか、セカンド、あー、まあ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 、おっきり別に広角出てたところで抑えられるんで、あー、ナイスバッティング、どっちでもいい、あー、甘い、それは甘い、それは今のは甘い、今のは甘かった、しかもホームまでいかない、満塁。これピッチャー変えます。ピッチャー木澤投手に継投していきたいと思います。ここしっかりね、ゲッツー取って、タイピン出たんでゲッツー取っていきたいと思います。ゲッツーシフトで OK、 ここいいボールいってください。あ、まあまあまあ、悪くはない悪くはない、心筋壊す、ここベストピッチ、はい、ナイスボール、いやー、いいボールいってるよ。でもここめっちゃいいとこいってるんだけど、選球眼がいい、ワイナイスボール、で横に曲がるとしまう、ここベストピッチ、これはストライクいくっしょ、あー、あー、ちょっと、ここスインキング、ワイナイスボール、うわー、ナイスバッティング、きつー、今のはきつ、
いやこれきついわマジで。今のはちょっときつめ。めっちゃいいとこ行ってるんで相手の選球が甘い。これオーケーキャッチャーキャッチャーキャッチャー、これもお願い。オーケー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 、よいよいよ、ツアウト。これいいとこ行ってほしい。あ、ナイスボール。オーケー、ファスト。きちい、同点。はい、ということで2回バッティングいきます。同点になってしまったんでしっかりこの回打っていきたいと思います。石川投手、これね、これね、この今の微妙の高さでちょっと横曲がるか、ね、滑り落ちるかよくわかんないんで、ここ超えて頼む。外角あんま投げ打ちました。ファールグラウンドへのここ超え、ボールでいいや。おい、見逃したし、おい、見逃したし、2者連続えぐい。けーナイスだー、打つ。はい、ということで、3回、特別延長ですね。モイネ投手ここで継投してしまいました。ここで石川投手の攻略がちょっとまあ終わりなんですけども、ここからはモイネ投手しっかり打っていきたいと思います。タイピン出てないんでストレートを張ります。基本はそれ以外は基本無視。これも無視、これ無視でいいです。基本無視で OK です。変化量はマイナス1ではない。1人になります。これですね、これをしっかり打っていく。ナイスホームラン。今のがナイス、今ので OK です。狙っていくのは今のストレートをしっかり反応していく、それが大事。集中、これボール、おげいね。今のねストレート打てることがマジででかいです。変化球わずかに外れてボール。キロン、ナイスボール。でね、これね、モイネル投手を注意するべきところ、あのこのね、この斜め下方向に曲がるこの、これなんだ、サークルチェンジ、これサークルチェンジですかね。このサークルチェンジが思いのほか曲がります。それだけ注意、モイネル投手。ここ、あ、ボールだ、今のボール。でもまあ、オッケーオッケーオッケー。まあ、しゃあねえしゃあねえしゃあねえ。いきましょう、村上選手。ストレートあります。ストレートを張るのは変わらずに。いきましょう。ヒットを放っています。勝負強い。ね、ヒットね、ヒットね、ヒットね。ここー上くらーい村上宗隆さん。村上宗隆。これが村上です。今のがしっかり張ってなくても反応で打ってたんで、今のドロップカーもナイスアンドチストレートあります。ここ、はい、ナイスバッティング。今のも反応です。今のはスライダーしっかり反応していきました。ナイスバッティング。ストレートを張ります。ストレートを張ります。それは変わらずに。ストレート以外意外と反応でいける。これね、これもねしっかり反応で打って超えないから、これはさすがに超えないけど、まあまあまあ、ナイスバッティング、ナイスバッティング。ストレートあります。ストレートを張る。モイネル投手はストレートしっかり、ストレートを張る。ここ、はい、ナイスバッティング。外角も変わらず、外角はね、逆方向センター返しの意識でいきましょう。青木選手いきたいと思います。ストレート、タイピン出てない、ストレート、ストレート。これ、これがね、意外と曲がりますけれども、ナイスバッティング。それだけ頭に、今のサークルチェンジ意外と曲がります。これに乗るとタイピン出た時は、しかもさらにめちゃくちゃ曲がります。ここタイピン出たんで、変えます、変えます。代打、オスナ選手でいきたいと思います。ここでオスナ代打、タイピン出た、あ、また変えます、ここは変えます。代打の代打杉浦選手でいきたいと思います。これはね、タイピン出ても変えません。オッケー、いいね、パワーヒッター。89、ビート80、エグ、いきましょう。ストレートあります。ここ、これ、さて、飛びすぎました。どんまい。はい、ということでこの回しっかり抑えて今回の動画終わっていきたいと思います。まあ、石川 M 投手攻略ということでね、まあ、基本は大きい方のシンカーを張っていきましょうというのが、あの石川投手の攻略方法でございます。基本はでっかい方のシンカーを張っていく。それはタイピンが出てもタイピンが出なくても一緒でいきたいと思います。で、タイピン出ても出なくても一緒なんですけれども、まあ、しっかりとね、あの外角はしっかりとあの待つっていうことが大事ですね。意外と外角に来た時ですね、意外とあのシンカーと高速シンカー見分けつくくらいまで引きつけて逆方向に打ってもらって全然いいと思います。それでも全然打てるんで、そこまでしっかり引きつけて打つことを意識するのが大事かなと個人的には思います。いいね、ナイスピッチャーマッチアップ。タイピン、いいね。で、あのまあモイネル投手ですね。モイネル投手はあのしっかりストレートなりましたが、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 ま、1点差はえぐい。で、まあモイネル投手ですね、まあ先ほども言ったんですけども、しっかりストレート張っていく。で、ストレート以外は反応でしっかりと打てるっていうのが、まあ結構あの皆さんね、まあ、やってたら多分モイネル投手来たら、タイピン出てない時は全然反応で打てるんで、
まあ、それだけしっかり頭入れて、まあ、ストレートを打っていく。でそしてドロップカーブとかスライダーとかそういうね他の球種が来た時は反応で打っていく。でタイピン出た時なんですけども、タイピン出た時はあの変化球がめちゃくちゃ曲がるんで、あの変化球は基本振りに行かなくていいと思います。まあ、変化球はあのめっちゃ曲がるんで本当に正直ね、高めあの真ん中よりも上に来た変化球、ドロップカーブ、縦スラとかめっちゃ曲がるんで、それ結構ボールになります。なんで、ストレートを基本張っていく。あのカウント悪くなったら相手の方ね絶対ストレート投げるんで。はい、ということで、まあ、そんな感じで石川投手、モイネル投手、皆さんも攻略してみてください。ということで最後までご注意いただきありがとうございました。追い上げられましたが、なんとか逃げ切りました。試合